コーヒー豆のプランテーションとタフムルコサン,サン、マルコス県はグアテマラの県。県とはサンマルコス市。1866年5月8日付の政令でウェベェテナンゴ県、イサバル県、ペテン県と共に設置された。これ以前はケツァルテナンゴ県のサンマルコス地区として知られていた。1902年、隣のケツァルテナンゴ県にあるサンタマリア山の噴火で、 サンマルコスとサンペドロ・サカテペケスの町が壊滅した。その後、1935年に再建され、サンマルコス・ラ・ウニオン市を成した。この新しい市は長くは続かず、1945年に再び分かれて、サンマルコスが県都を引き継いだ。サンマルコス県の位置を越すのティラッパビーチのユーグレ山、マルコス県は、北でウェウェテナンゴ県と、東でケツァルテナンゴ県と、 南で、レタルレウ県と、西で、メキシコのチアパス州と、それぞれ接し、太平洋に臨む。総面積は2397平方キロである。シエラ・マドレ山脈が横切る北部に、中央アメリカで、最も標高の高い二つの火山がある。タフムル湖山と、高野山である。前者は、中央アメリカの最高峰。その他の有名な峰に、 標高4022メートルのサンアントニオ一グアン3がある。南部は太平洋に向かって標高を下げる。メキシコとの国境に位置する高名山は歴史上活発で1855年、1878年、1900年から1903年、1949年から1950年、1986年から1987年に、 火山活動が観測されている。主要河川には、メキシコ国境を流れ、太平洋に注ぐ土アテ川がある。カブス川は、タフムル湖山陸に源を発する。他に、エルパ・ハッパ川、エルロデオ川、イシュラマ川、イシュタル川、メレンドレス川、ナワタン川、オコシト川、ティラパ川などがある。劇的な標高差のため、県内の気候は変化に富む。北部は、 冷涼な高原気候だが、南部は温和かさもなくば暑い。2002年の国勢調査によると、サンマルコス県の総人口は79万4951人で、ある。スペイン語のほか、マム語やシパカペンセ語が話される。標高差から幅広い気候が見られる、県内では様々な農作物が栽培されている。リンゴ、バナナ、大麦、豆、カカオ、コーヒー豆、 トウモロコシ、オート麦、モモ、プランチーノ、ジャガイモ、米、砂糖、キビ、小麦などである。家畜は牛や馬、羊が飼われる。綿花の生産も国内のどの県より盛んである。収穫物は主にケツァルテナンゴ県やトトニカパン県に運ばれ、そこで加工される。シダーやパン屋の木をはじめとして様々な木材が手に入る太平洋定地では、 木製家具が作られる。県はメキシコからの密輸入が有名である。密輸品は、県中の市場で公然と売買され、グアテマラ各地へ渡ってゆく。主な観光資源は、太平洋岸のビーチ、温泉、カステリアの洞窟群などである。サンマルコス県は29市に分けられる。ありがとうございます。